はい、どうもよいふけです。デビルサムナーソウルハッカーズの実況プレイです。VR ホラーハウスの攻略、とりあえずマップをまず埋めてみるか。でどこかに多分お化けの形してるのかな。これが目でさ、お口でさ、わかんないけどさそういうことかな、かもしれないですよね。まあなんか仕掛けがあるっぽいんで探してみようじゃないかと。まあ今回はこの仕掛けを見つけられたらいいんじゃないかなって思ってます。敵もなんかこうやってきそうだし、でもかなり強いですけどね。アクロはディプクにミサが倒されそうになったりしましたしね。アマに弱いガンもこう気をつけないとね。まあでもハマオンがあるんで、ちょっとハンマーがあるんでなんとかなるでしょう。よし、まあ、かなりの命中率で当たってくるんですね。入れといてよかった、そこ落下地だったんだもんな。あ、かなり広いなこっちの方。うん、非常に複雑。とりあえずなんか今いるこの複雑なこの辺りにはライトみたいなのないかな。ようやく意識して矢印になったので、動画見返してくればよかったんでしょうけどね。これは衝撃吸収か、右のやつ魔法に弱いな。ってことは戦力は左に集中させた方がいいかな。これでセコナが魔法で倒してくれるんじゃないか。よし、いいぞ。またあれかな、宝箱かな。これは、氷結に弱いと自殺の効果、戦力を右に集中してペルセポネが多分左のやつを倒してくれるか。うん、とんでもない力ですよね。作ってよかった、ほんと苦労したもんな。はい、テトラじゃないし、テトラじゃないしか。こんなに出るってことはなんかこうボス戦ね、ウトとか使ってくるやつがいるんかもしれない。ってことは装備さ、ネミスの装備やめた方がいいんじゃないかな。どうですかね。まあとりあえずは悪魔は自殺もこうなくなるんで、てか大体そうじゃない。あれジードってどうなんだっけ。ジードは違うか、神経と魔力無効みたいな感じだったっけ。ちょっと確認しとこうか。ボス戦でもなんかそういうことかもしれないよね。ジードは防御障が、あ、でもハマ自殺、精神神経無効か。なるほど、ナルキスト使うかな。まあいいか、まあ使うとしたら一応ハマ自殺は無効みたいですね。ルーバー今回は使わないです。ペルセプナ無効ですね。オグモ無効か。タンガタマヌ、ハマ向こうですね。うん、なるほど。まあ、回復薬に使おうと思ってるんですけど、でも魔力低いから大したことないと思いますけどね。HP は大丈夫か。この辺りはライトないね。いや、広いな。とりあえず、キャリーゲガー自殺無効、戦力を右に集中したいと。うん、弱点属性でなくても即死なのか。よし、いいぞ。また宝箱かな。でも何かあるんじゃないかな。まあ、繋がりましたね、おおむね。あ、これが十字架か。あ、今叫び声聞こえた。今回のこのストーリー、奄美市に住んでる誰かの過去を元にしてるって聞いたわ。知ら
らない人の心の中をこんな風に覗いちゃうのってスリリングで楽しいわよね。これシリーズ化してくれたらいいと思うのよ。あなたはそうされたことないからそんなこと言えるのよ。自分の心の中を覗かれるなんて誰だって嫌だわ。あなただってここに入ってきてるくせに偉そうなこと言わないで。それにここはバーチャル空間なのよ。何したって本当じゃないんだもの。だからいいのよ。シックスさらされてんじゃねえか。人目ぶち切れだしこれが十字架か。石を投げるってあるよ。話しかける話は続き十字架って言ってたっけ。記憶の部屋の天井にはライトが2つある。うん。1つは魂の眠るところ、そしてもう1つはそこへ誘うところ。ん、納得。ライトを探せってことか。この叫び声が怖いライトあったようななかったような、あった気かな、あったんじゃないかって言われたらあったような気もするしみたいな感じ実際はなかったかもしれない。まあペルセプの MP がないか、タグしてるな。ん、ヒットしなかった。ん、やばい、ミスターが危ないぞ。やっぱり例の装備守りがきついな。変えるか。大して威力上がってる気もしないです。ペルセプの MP 回復してみましょう。首かわりスプーン、あれか、おなじみのアイテムか。とりあえず HP か。誰か叫びすぎでしたそれ。首かわりスプーンは A8 のものっぽいですけど、呪われし大釜って書いてありますね。威力かなりありますね。でも前列のものみたいだし、呪われてそうだし、やめておきましょう。どんな効果があるかわかんない。ちょっとやっぱ変えちゃいますか。これ魔力向こう精神に弱いか。じゃあ青龍にしておきましょう。衣は白虎が良かったんだっけかな。靴でエア精霊にして、小手が呪殺向こう何かがやっぱり、どれだっけ、どれつけたっけ、あこれか。まあこれでやろうかな。自殺向こうのなんかいい感じの防御力が高くて、しかもボーナスもついてるみたいな、そういうやつないかな。あ、なんか1階にまで来ましたね。まだこの下全部探索してませんけど、まあいいか。とりあえずあれか、あーしまった、ヒールスポットチャクラポット使っちゃったじゃん、全部買う人も。まあいいか。え、それでさ、これはさ、クリアしたってことなのかな。一回どういうことなんですかね。記憶の部屋っていうのがそこの、ここに2つ穴ありますけど、これのことですかね。帰ってきちゃったけど、それで良かったんですかね。わかんないねまた行くべきなのか、何かがあるのかな。とりあえずそこに階段があるってことは分かった。記憶の部屋に入るべきかな。こっち何があるか一応見ておこう。特に何もない感じですかね。ここは何なんだろう。あ、宝箱ですね。マグネタイトか。今マグネタイト無駄に消費してるからな。まあでも一応その左下の方にもあるので、それ開けときますか。さっきの部屋も攻略したのかな。どういうことなんだろう。何もないな。うん、何もないですね。そっちでも何もなさそうだな。なるほどね。じゃあ2に行きます。またライトがあるのかな。うん、
何そこには大なり小なりの記憶たちが浮き沈みしていると思います。楽しかったことも悲しかったことも、少年が追憶の彼方に見たものは一体どちらなのでしょうか。ひょっとしたら追憶の風の外縁です。記憶に宿る音はきっとあの鏡に再び力を与える。鏡、なんかこう不明瞭な言い方でよくわからないね何言ってっか全然わかんないね。姉ちゃん、ん、ここにいたら誰にも見つからないかな。そうだよ、ずっとここにいれば学校にも行かなくて済むし、歯医者にも行かなくて済むよ。ここのことは誰にも内緒だからね。お父さんにもお母さんにも誰にも言っちゃダメだよ。歯医者ね。あ、また飛ばされましたね。あ、こっか。結局、いや、ちょっと待て、もしかしてさ、ここはただ飛ばされてくるだけの部屋ってことですかね。そうかもしれないね。埋めてないとこ埋めようか。じゃあスワグスローに戦力を集中していきますか。フェルセパイアコーデ多分ジャージデビル倒してくれるでしょう。あ、全部倒してくれた。フェルセパイアだけでいいんじゃないかっていう。埋めてないところ埋めちゃう。ライトみたいなのあったっけ。この上とかまだ見てないっていうか、これほんとただ降りてくるだけのところかもしれないから、だからまだ部屋1で何もやってないってことですかね。全部浜に弱いか。右のやつがでもブフーラー使ってるんで危ないかもしれない。あ、ブーツリー反射だった。よし、いいぞ。ペレスポラだけでいいんじゃないかハーマーが強いな。このスキル入れといて大成功だったな。あとライト探さないとな。ガンでやりますか。あ、物理反射でした効率的すぎる。魔力上げた方がいいか。知力は割と十分なような気もしないでもない。魔力上げますか。魔力変調でいくっていう、そういうことにしようかなって。私、北村さんとはぐれてしまいました。さっき、はいはいはい、ここにあったお墓が、うん、私、ここで一人きり。そこにいりゃいいんじゃねえあの人、なんだ、なんとかさんっていう人だったね。なんとかさんって人の名前を覚えるの苦手でさなるほど、ガンになってるかな。とりあえずその右のやつに戦力集中しますか。これは確か衝撃も効果ガン。あ、ムード使った。ダイヤモンドいいものなのかな、このゲームやっぱり。ここはなんかかなりひどそうですね、ここも。ん？いや、違うか。とりあえず、この辺りは何もないってことですかね。打撃、斬撃、反射、浜に終わり。まあ、多分でも、ペルセポネが何とかしてくれるんで、銃撃つの無駄かもしれないけど。
まあ、ハブフ一発で倒せないか。あ、でもガンダム倒せるか。あ、でもペルスプネの消費抑えられるから、やっぱりみんな攻撃するべきか。ダメージ力が30ポイントぐらいあったっけ。ダメージ、あまり踏んづけてもそんなに痛かないんで、まあいいか。これはガンソード、どうするか。後ろのやつ無理やったしな。ガードエンジェルやたら出るね。ここは何があるんだろう。宝箱かな。あった、ダミーの方、状態上不要かな。これか。あ、でもなんかこれまた赤文字で書いてある。これ自分が眠るとかじゃないか。じゃあやめておきますか。そしたらまた上に上がっちゃうってことか、これ。いや、とりあえず右の方タスクじゃしっかり見ておこう。一応見ておきましょう。これは普通にやれば、リアルのやつは多分ブフーラで倒してくれるんじゃないか。あ、違う、右に行った右に行ったぞ。右にペルセポネ、やっぱり素早さがな、もっと高ければ。あ、ガードしたなるほど、手を抜くということもやるんだね。まあでもそれでもそれでいいか、消費を抑えてくれるんで。これメディアでよかったな、うん。野槌、野槌は魔法でなんとか。やだな、マリンカリ。よし、いいぞ。じゃあとりあえず上に上がったらまた部屋1から入り直してみますか。多分それがいいですよね。ショットガンあれだな、すぐ弾切れちゃうな。結構めんどくさいねこれあんまり使ってこなかったかな。やっぱり通常弾打てる方がいいね、ショットガンより。でもショック与えられるんだよねこれね。もう知力上がってくればもっといいかもしれないな。おっと、左にムド放ちましたね。球団はゼロになってからでいいか。不利だけど、めんどくさいからさ。戦力を右に集中する。左は多分グラで。あ、右に戦力集中した。ん？君ってすごいな。塾があるから。そうか。塾なら仕方ない。うん、残念だけど、またね。こういうとぼけたところがいいな、このゲーム楽しいな。この辺見ておきましょう。なんかあるかもしれんし。まあでもこんなところか。よし、では上に上がりますか。スワーグスロー、妨害者は火炎に弱いか。でもマハラギオン打つ気にならん。マハラギオンはやっぱ燃費が悪い。18だもんね。継承してみたものだって感じですよ。ムドラも役に立ってくれるし、いや、ほんと作ってよかったな。
とりあえず民軍で戦力を集中かな。いいかじゃね。あ、上に上がっちゃいましょう。そしたらまた部屋1から入ってで、ワープポイントがあるっぽいね。いや、そこ多分ただの罠だね。まあ、ただそういうことなんだろうな。はい、で、ここは階段と、その上にも階段があるっぽいんですけど、まだ行かなくていいか。とりあえず、フェルセポネの MP を回復して、では、部屋1からもう一回入り直して、今度は、踏みたくないね。ワープを。で、明かりが2つあるっていう何かがあるんだね。明かりが2つあるね。この先何もなかったので、ここの部屋にワープポイントがあったと。また入るべきかな。どうするべき。たくさんあるな。いや、でも入るべきでしょそれ。あ、敵出た。あ、ミシャグジ様じゃないですか。そうか。まだやる気ないよな。こっち物理効かないから。打撃技反射。じゃあ斬撃は効くか。まあ、ハブフでも。いや、効くんだっけ。いや、効くな。うん。ハブフでも。俺、強敵だよ。あ、もしかして新月。うペルセポネの方が強かった治療が上げないとどうしようもないと。で、今平八のレベルが40になりましたね。これ待ってたんですよね。ちょっとこれセーブ取りますね。どこがいい。セーブ取っちゃうか。で、コンプユニット維新合体ナルキストスと精霊シルフで、真珠マヤウェルを作りたいと。これ、あの、タルカチの落下者継承して、レベル40の悪魔ですね。これがいいんじゃないかなと。これをですね、ナルキサスの後釜にしようと思って狙っておりました。あの、コンプ合体だと、タルカチの落下者継承できます。はい。うん、うまくきましたね。面白い形してるよね。はい、まあ、こんな感じかな。今できるはそんな感じですね。あとはサーモンするかな。ステータスちゃんと見て。いや、でもするか。サーモンして中性度上げよう。 UI みたいなんで。で、CP が4ですね。大したことないですよね、消費がね。そしたら、隊列変えるか。平八を移動させるか。平八を。で、マヤエルはここでいいか。これでやるかな。で、ミサと平八全面にして、そしたら、じゃあ、一歩一歩で、まあ、しばらくね、ずっとこれは嫌なんで、せっかくなんで雷神剣使ってみるか。よし、じゃあ次回はこの続きを、やっていきます。ご視聴ありがとうございました。